それではまた始まりました。全日本スーパーフルーレース選手権第1戦のレース終了後記者会見を行います。まずは3選手に拍手をお願いいたします。それではまず本日開幕戦、ロード逆転優勝という形になりました。トムス、野中聖太選手です。今日の第1戦を迎えてください。はい、まずスタートにすごい集中していたので、あのトップ2台があのライツ初レースということで何かしら起きるだろうというのを予測してたんですけど、まあその通りにあの1コーナーでちょっとぐちゃっとなったところをうまくすり抜けることができたので、まあそこからロングなペースというのはあの公式テストからあの何回もテストを重ねてきたので、まあそこはあの自信を持ってあの走ることができたので、まあまだまだあの2レースあるので、あのさらにいい車作り、自分のドライビングっていうのを煮詰めていけたらいいなと思います。あのスタートでボールの川井選手が加速ですね、動き出したわけなかったんですけど、多分ボリュースピーカーが何かをしたのかと思うんですけど、そこでもう前に出れた感覚はありました。そうですね、川井選手はかなり出遅れてたので、そこは前に出れると思ってたんですけど、まあ、太田選手はかなりいい加速してたので、まあ、2番止まりかなっていうところで、あの1コーナーでちょっとオーバーあのちょっとインつけてなかったので、まあ、そこでスルッとあの行けたところなので、そこはちょっと予想外でした。あのトップに立った後、2番手に木村選手がついている状態で、序盤1秒半から2秒弱ぐらいまで一瞬開いたんですけど、から少しずつ木村選手が詰めてきてた展開でした。はい、あの辺りからペース的にはコントロールしたっていうことなんでしょうか。まあバランスも少しずつ変わってきていたので、まあ、慎重に合わせ込んでいたというか、まあ、常に 100% プッシュするというよりかは少しあのバランスとドライビングっていうのをうまく調子で合わせていって、最後またちょっとプッシュするっていうようなペースの作り方でした。あのまあ、木曜日の戦争法の差とか少しトラブルが、ね、あったりする中で、まあ、走行機会少し減っている中で始まったレースでしても、まあ、いい形でまずは開幕戦を終えられたと思いますけど、今正直練習してる人はほっとしてますか。そうです、まあ、ほっとしてるというか、まあ、まさか勝てるとはあの思ってなかったので、ちょっと驚いてるというか、あの、まあ、本当嬉しいです。明日は2戦残ってますし、また特に第3戦レースの結果ということでグリップが決まるので、ホールスタートになります。まあ、ちょっと今日のスタートが自分自身そんなにいいわけではなかったので、あのちょっとスタートのデータもちょっと比べながら、まあ、しっかりスタートすることができれば、まあ、いい展開に持ち込むことができると思うので、まあ、そこら辺は特に集中しながら、準備していきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。で、次は本日2位という形になりました B1 ステージチーム木村、すみません、木村優選手です。今日初レースということでしたが、これいかがでしょうか。そうですね、まず初めに、まあ、このような形で BMAX とホンダの育成の HFDP がこうタッグを組んで初めてのレースという形 で HRC という体制になって、新体制になってからレース一番最初のフォーミュラのレースっていう中で、あの表彰台という、まあ、結果を届けてきたのは、まあ、チームをはじめ本田の皆さんに、あの、まあ、いい形でスタートを切れたかなっていうふうには思ってるんで、いいレースだったかなと思いますが、まあ、その中でももうちょっとああしとけばよかった、こうしとけばよかったっていう反省点もある、そんなレースでした。あの、まあ、昨日までの戦争の流れ、あるいはゴールドテストの流れからいくと、おそらく予選ももうちょっといったんじゃないかなというふうに思ってるところもあるんじゃないかと思いますが、その辺りはどうでしょうか。そうですね、専用走行から、まあ、前回の富士からもそうですし、あの割といいところを掴めてた部分があって、それをまあ全てまとめきればタイム出るなっていう手応えはあったんですけれども、予選でちょっと、まあ、マシンのバランスに自分のドライビングをちょっと合わせ込むっていうのがうまくいかなくて、結果的に自分の納得いく順位では終われなかったので、まあ、そこもちょっと残念なポイントだなっていうのは確かに思います。初めてのライズでのレース、それで、まあ、一番長い21周ということで、FIA クラブのプライベートを話しながら流れていたんですけれども、実際今のところ初戦を感想でいかがですか。そうですね、 FIA4、 自分が今まで出てた FIA4 と比べると、まあ、レースの周回数も長いですし、タイヤの落ちとか
まあ、いろんな面で違う部分があって、それが本当に一つ一つ経験という形で積み上げていければいいなと思いながら走ってました。あと、明日アリレースのことについて、明日に向けていかがでしょうか。そうですね、明日は6番手スタートとちょっと後方に進んでしまうんですけれども、しっかりとスタートに集中して決めて、まあ、あとまたチャンスがあれば1台1台前に行って、でポイントを着実に稼いでいきたいなと思います。はい、ありがとうございました。昨日本日3位という形になりました、トムス・ライナー・ミキ選手です。今日の第一戦振り返ってください。はい、まず予選でちょっと自分のドライビング的にミスをしてしまって、5番手スタートということになってしまったので、なかなか、まあ、勝つっていうことはちょっと難しいなとは思ってたんですけど、やっぱり案の定、まあ、トップの野中選手だったり与木選手がちょっとペースが速くて、まあ、途中ついていける部分もあったんですけど、やっぱ第3セクターとかでまだ焦込みが足りてないところで離されるっていうところがありました。で、得意のスタートとしてはもうすごいいい、反応と蹴り出しができてたので、1コーナーに行くまでは本当に、2、3台は抜けれるんじゃないかっていうぐらいのスタートだったんですけど、まあ、前方で川井選手と太田選手が、少し接触している中の真後ろにいたので、なかなか避けるにも避けれなくてちょっと詰まった感じです。まあ、そこから序盤からずっと3番手という形でしたけれども、後ろに言葉選手が上がってきている中で、ペース的にこう前も追いかけないといけない、後ろからの言葉選手が来るという中で、ちょっときつい展開だったのかなと思うんですが、はい、まあ、小高選手は先輩っていうのもあってやっぱ気にする存在であるので、まあ、レース中後ろから追ってこられているところでは少し、まあ、メンタル的にもちょっとビビってしまうところはあったんですけど、やっぱそこはしっかり落ち着いて後ろを見ずに、まあ、前を追っかけようっていう意識を強制的に持っていきました。まあ、その中で木村選手に対して、少しずつ詰めていく中で、1秒切っている本間なんか8位くらいのところも何週間あったと思うんですけども、そのあたりからもうワンステップ前に行ってこう攻めるっていうところまではちょっといかなかったと思うんですけど、そのあたりの状況はどうだったでしょうか。そうですね、やっぱりその風の影響もあって、まあ、後ろ走ってるとダウンフォースが少ないので、まあ、そこでバランスがとっても変わってしまうマシンなので、まあ、そこで合わせ込み近づけば近づくほど、まあ、ダウンフォースなくなっていっていく、その合わせ込みがうまくドライビング的にもできてなかったのかなって思います。まあ、昨年、参戦して今年2年目という形で、まあ、昨年も3位という形で経験されてますので、まあ、今回、開幕戦3位という形で、おそらく明日またもう一つ上、もう二つ上狙っていきたいと思うんですけれども、そのあたりいかがでしょうか。はい、去年も最高順位が3位で4回ぐらい、3位ということなので、まあ、まだ、2位とか1位取れてないので、まあ、明日だったり、まあ、まだ始まったばかりなので、夏以降だったりも、優勝を目指してでチャンピオン争いに絡んでいきたいです。はい、ありがとうございます。